おはようございます。速稼塾の久保です。今日の相場解説です。11月8日月曜日になりましたんで、今日から1週間占っていこうかと思いますけども、先週まではレンジの中をピューっとね、同じように移動してましたんで、まあ珍しいことに全部利益を取ることができて、追撃もうまくいきましたね。まああのぐらいのレンジの幅だと本当にちょうどいいんですけども、今日からはですね、このレンジを割っていくのか、それともレンジを回復してまた先週と同じようなパターンでいくのかということです。まあけどね、今週はちょっとレンジを割って、セルの方向に新しいポジションを作っていきそうだなというふうに感じています。それではウィークリーから見ていきましょう。はい、これが週足なんですけども、どうですかね、上昇をぐーっと続けていって、ここも破ってですね、本来ならダブルトップから、ダブルトップってのはここですよ。ここから大きなセルに向かっても良かったんですけども、一旦潜ったあたりから上昇してですね、この辺りにまたボックスを作っていくような形になりました。うん、こうしてみるとなかなか興味深いですね。以前ずっとこだわっていたのがこの筋ですからね、覚えてますか？何年も前からこのレンジでずっと勝負していたってことになります。このレンジですよ。今回初めて数年ぶりにこのレンジを割って、この辺りにチャートバーが推移したってことになります。じゃあデイリーの方見てみますね。あれ、デイリーの方はと言いますと、こういう風になってきて、上昇したものが、こちらの力点を超えて、さらにこちらの力点を超えて、こちらの方にゾーンを作りましたよねってことで、赤い線の上と下を引いたわけです。それが110円の234と113円の385になりますけども、今週はここを割っていきそうなんですよね、どうやらね。4時間を見ていきますよ。さあ、4時間を見ると、ここのレンジを割ったところがちょっと見えると思います。それまでのところなんですけども、この赤い上底と下底でボックスを作っていたわけなんですよね。最初はこの辺にボックスを作るかなと思ったんですけども、修正してこちらの方に改めて伸ばしたということですけども、これがうまくいってですね、このように全部の時間軸を取っていけたってことになります。こんなに綺麗に取れることってなかなかないですからね。うん。ただですね、ちょっと1時間見ると、ここからの動きがわかるんですけども、この動き、このね、いわゆるナイフが落ちるような動きっていう表現がありますけども、ここなんですよ。今、ちょっとこれね、陰線陽線が上下した形になってますけども、完全にこの、レジサポラインを割ってますんで、ここからですね、下の方に線上を推移させていくんではなかろうかとも言えます。それから、高値の切り下げ具合ですよね。これが顕著ですよね。ドコーンと落ちて、ちょっとずつ上がっていったんだけども、さらにボカーンと落ちたみたいな流れになってますよね。で、もう一つ、ここから来てるってことなんですよ。ここから高値が徐々に切り下がっていって、ついには、このレンジの下まで潜っていってしまったということですから、もしかしたらね、こちらのダブルボトムを壊していったってことなのかもしれません。そして、こちらのゾーンも超えて下の方に行きましたからね。だから今週としては、レンジを維持するのか、それともレンジを割ってセルの方向に新しくチャートバーが移動していくのか、これを見極めてはいけないってことになります。さあ、どういう風になるでしょうか。月曜日はしっかりと見ていく一日になります。今日の争点は、レンジが維持されるのか、レンジは壊れてブレイクアウトするのかという、この一点につきます。皆さんと一緒に今日一日見ていきましょう。そして、明日から戦略を立っていきます。いってらっしゃい。おはようございます。速稼塾の久保です。今日は11月9日朝4時になりましたんで、この4時からね、相場解説をして、今日火曜日、こちらの方をね、しっかりと稼いでいこうと思いますね。先週はずっとレンジの中で、上がって下がって上がって下がってを繰り返していたんで、まあ5日間ずっと取れていたということでございますが、今週はですね、このレンジを割る可能性があるわけなんですよね。もちろんレンジ継続ならばこのまま楽に勝てていけるんですけども、なかなかそうはいかないです。今日はね、その特徴が結構出てますのでお話していこうと思います。しっかりと稼いでいきましょう。それではこちらです。どうぞ。デイリーですけども、デイリーの上底と下底の赤い線、いかがですかね。ここにゾーンが引かれてますよね。で、このゾーンをブレイクして、あ、ゾーンでなくてレンジですよね。レンジをブレイクして下の方に出てきたじゃないですか。で、ここを超えた時点でですね、荒涼とした空間が広がってしまったわけなんですよ。
ですんで上がったものは下がるということで、この辺までね、まあまずはここですけども、まずはこちらですけども、この辺まで下がる可能性が多分にあるわけなんですよ。で、その後はこちらですよね。こちらにまで下がる可能性があるということなんですよね。まあ、ですんで、こういうふうに少しずつ刻んで上がってきたものならば、まだしもなんですけども、結構急速に上がったじゃないですか、これビュンビュンと。で、急速に上がったものは、戻っていきやすいんですよね。で、一旦、こちらの方で、レンジを作りましたけども、やっぱりブレイクして下に行くのかなっていうふうに、昨日一日を見て感じました。じゃあ、4時間の方見ていきますよ。はい、4時間の方を見ていきますと、先週ですよね。こういう風に、ズバズバズバッといい感じで、レンジをね、なぞってくれたんで取りやすかったなってところでございます。でも、昨日見ていると、こちらの過程を割ってですね、下の方にブレイクしていきました。要するに、ここの判断としては、レンジ継続ではなくって、ブレイクアウトに転じたということだというふうに、判断した方がいいと思います。ということは、今度はここの下で展開されていくという一週間が始まるんではないかなって感じますよね。もちろん、巻き戻してこの間に復活してくることはありますけどもね。まあけど、おそらく私は下の方で推移することになると思ってます。じゃあ、1時間です。1時間、昨日ちょっとお話しましたけども、高値を切り下げて、安値を切り下げての場面に入りましたよね。だからこういう流れ、チャンネルラインが引けるわけですよ。それまでは違いましたよ。それまではずっとこちらのレンジの範囲で動いていたんでね、簡単だったわけですよ。こういう風にもう消えましたけど、こういう風にね。で、今回からはブレイクアウトになってきたのかなってことですよね。もう一回引きましょうか、ブレイクアウト。この、高値を切り下げて、安値を切り下げて、で、こちらの、レジサポを超えたんでね、もう、あとは、こちらの方での推移になってくるということでございます。これが今週じゃないですかね。はい。ですんでね、もう113円の385から下の方で展開されてると考えていけばいいので、現時点でエントリーポイントを探すという作業になってきます。もうちょっと価格が上がってくると、113円の285から345のあたりでセルに入ればいいんじゃないですか。もしくはこのまんま、値段が戻らずにね、下がっていく一方なら、113円の165から105の間でセルでエントリーすればいいんじゃないですか。いずれにしてもセルのエントリーポイントを探すということでまとまりそうでございます。それでは今週も頑張っていきましょう。はい、11月10日になりました。朝4時です。速稼塾の久保がまた FX のね、相場解説を行います。今日はちょっと短めですね。昨日ナイフが落ちるようにセルの方向に向かうよと、ダウントレンドだよと、セルの方向のエントリーポイントの日だったと思いますけども、大きな利益が取れたと思います。現在は112円台に入りまして、価格が112円の858ですよね。昨日の午後にはもうすでに112円台になってましたから、朝の相場解説をご覧になった方でセルに入れた方っていうのは全員利益だったと思います。さあ、そこで今日はね、新しいレンジの設定に入ってみようかと思いますけども、いかがになりますか。それじゃあ画面切り替えます。こちらをどうぞ。デイリーできましたけども、次の力点っていうのがね、ここになるわけですよ。で、一定のレジサポラインっていうのがここでありましたけども、抜けましたんでね。じゃあ、新しいポイント、上程過程はここになるよってことになります。まあ、ざっくりとですけどもね、ここら辺をターゲットに、これからは、この範囲でのレンジを考えていこうかと思いますよね。で、4時間を見てみます。4時間っていうのはちょっとわかりやすくてですね、ずっとレンジがあったのが、ここからここの間、という風になったじゃないですか。で、新しいレンジが、つまりはここに来てるよってことです。ちょっと赤で書きますね。はい、新しいレンジがここに設定されます。上下の幅はだいたい先ほどのレンジと同じぐらいです。こちらとこちらね。で、横の長さがどのぐらいになるかってことですけども、これはこれから始まりますんでね。こういう風に入ってきて、どういう風に動くかなってとこです。もちろん、
シェルの方にもっともっと強く動く可能性もありますんで、レンジをね、そもそも引かないことも考えられますよ。で、1時間軸の方を見てみますけども、1時間足はね、こういう風にダウントレンドね、お話したように来てますよね。高値がこうやって切り下がっていって、安値が切り下がっていってっていうのが実現したということなんで、右肩下がり、ダウントレンドがそのまま来ましたよね。だからセルでエントリーをしましょうって昨日お話したわけなんですよ。で、これからなんですけども、このままセルを続けていく部分もありますけども、ここでね、すでに、もう三角形ができるような感じで、チャートバーが行ったり来たり、上に行ったり下に行ったりしてますので、まあ、レンジを書く可能性が高いなと思ってます。このレンジの期間が長いのか短いのかにもよりますけども、また再びね、このダウントレンドを継続することは、可能性と一緒に高いんで、セルの準備をしながらのレンジの様子を見るってことになりますね。はい。じゃあね、しっかりと利益がもうすでに取れてると思いますんで、今日は1日、いや半日かな。半日このレンジで済むのか、それともセルの方に再び向かっていくのか、この2択ですよね。セルに向かうようでしたらまたセルでエントリーすればいいと思うし、レンジの色が濃いなと思ったら、様子を見てですね、このちっちゃい上下と下跌の差ではとてもじゃないですけど、レンジオプションは取れませんので、レンジに入った場合はブレイクアウトを狙うために今日は待機ということになります。では本日も頑張っていきましょう。いってらっしゃい。おはようございます。速稼塾の久保です。11月11日の相場解説、朝4時46分ですね。昨日はね、セルのための、ブレイクポイント、エントリーポイントを探していたんですけども、見ていくとね、ちょっと違う動きになってきましたので、逆にバイの方で入ることになりました。チャートを見た方はご存知だと思いますけども、こちらの方まずご覧ください。これがですね、日足なんですけども、日足は一時期、よろしいですかね、こういう風なレンジを作っていたんですよね。で、下の方に抜けてブレイクしたかなという風に思ったので、再度エントリーポイントを探していこうかなと思って、一回ね、利確をしたわけなんですけども、その後に思ったのが、こちらですよね。ここら辺までは下がっていくだろうと。ダウントレンドが始まってますからね。ダウントレンドのままに行くだろうと思ったんですよ。まあ、上昇するにしても一瞬で組み上げて、もう一回下に行くみたいな流れをね、いつもね、作るかと思いましたら、ご覧のように、こうかなりね、陽線が出て、113円台を回復したんですよね。昨日、そして一昨日の夕方ぐらいから112円が、まあ、しっかりと馴染んできたと思ったんですけども、あわやね、114円まで行くんじゃないかみたいなところまで、価格を上げてきまして、現在113円、782ということになりましたね。これについてちょっと4時間で見ていきましょう。さあ、これが4時間なんですけども、まあもうお分かりの通りに、こういう風なゾーンを引いてですね、ブレイクしてダウントレンドをこう形成したところから、もう一発下に行くんじゃないかなと思って、ここの揉み合いを見ていたんですけども、これね、上昇することは全く予想できなくって、下髭が出てるわけでもないですしね、なんか他の特徴があるわけでもないんですけども、急にですね、この水準まで戻っていったんですよね。まあ、ですんで、どのように倍で取っていったかをちょっと1時間で説明します。で、昨日1時間で取っていったのは、まず、横ばい方面にこうね、伸びていったんですよね。そして、どこかでまたセルの方にブレイクするかと思って、昨日の相場解説を閉じたんですけども、なんと上昇していってですね、この今、ボックスを書いてますけど、これを破って、上の方にブレイクアウトしたんですよ。一時的なものでないかなと思ったんで黙っていたんですけども、こちらのね、レジサポラインを超えて、まあ、横ばいですよね。どっちも横ばいに入ったけど、ここも横ばいだったし、ここも横ばいになってきたんですけども、これブレイクポイントがね、倍の方で入ったんですよね。で、多少遅れたんですけども、私の場合はここ。ここから気持ち程度、倍でエントリーして、まあ、今に至るって感じでございます。まあ、ですんでね、取れたのは、たったこれだけなんですけども、いや、なんかセルにしか行かないと思ったんですよね。というのが、ダウントレンドが完全入ってるじゃないですか、これ。で、横ばいでしょ？横ばいになってもう一回下に行くのかなと。で、ここで入らなかったのはなぜかってことなんですよ。それは、押し目を作って、ここでもう一回下がるかと思ったんですよね。そうならなかったんで、ここでエントリーをし直しましたけどね。まあ、そんな感じです。じゃあ、ここからどう考えていけばいいかってことなんですけども、ちょっと今日の時点ではね、なんとも言えないですね。もう一回月曜日になった気持ちで、今日木曜日ですけども、
相場を見ていく必要があります。もう今週は取れないことを覚悟して見ていくしかないですね。先週と打って変わって今週はですね、まあ2週目がちょっと鬼門になりそうですね。まあ今年もあとわずかですから、一回一回無理をせずに取れるところだけ取っていこうかなっていうところでございます。もしこれがですね、ここまで利益が安定してなかったら一か八かでいくところなんですけども、まあまあ今年もそこそこね利益出せましたんで、およそ年間で1000万を超える形になりましたんでね、多分今月中にはもう超えるんじゃないかなと思いますね。もう楽に超えるでしょうね。というところで今日は以上でございます。明確なああしましょうこうしましょうは言えませんけども、ブレイクアウトを待って今回のレンジとは言えない今の停滞した値動きを見守っていくってことになりそうです。以上です。どうもありがとうございました。こんにちは、速稼塾の久保です。今日は11月12日です。まあクイックレスポンスって言葉がありますけども、これ状況の変化に合わせて自分の判断や行動をすぐに変えていくってことなんですよ。これ FX でよく出るんですよね。今週はそれが顕著に出ていたんではないかなと思います。ダウントレンドがありまして、フェーズが変わってですね、ボックスが、いわゆるレンジ幅がですね、下にグッと変わったんではないかなって、その瞬間、またグイッと戻ったのが、昨日から今日にかけての値動きなんですよね。じゃあそちらの方を、まあ、一緒に見ながら考えていきましょう。こちらです。はい、デイリーになってきますけども、前回ね、レンジを引いたのがこの辺りだったでしょ？で、そのレンジをブレイクアウトして、下の方に移ったんで、じゃあフェーズが変わって今度はこの辺りでね、展開されるんじゃないですかと。その根拠が、ここ、ね。ここを横に引いたレジサポラインと、それからこちらのレジサポライン突破ですよね。ブレイクアウトしたところ。この間で推移するんじゃないかなと。思っていたらなんと、ズバッと戻っていきましたね。ここが強い、包み足になって上昇していきました。場合によっては上を突破してですね、この包み足に乗って、こういうような形を作るかもしれません。いいですか？ズバッと下から行って、押し目を作って上に行く。そしてこれをね、押し目にしてもう一発上に行くみたいなこともね、考えられるようになってきました。ここまでの思考が、この動きによって、展開できるかどうかっていうのが FX の力の見せ所になってきますよ。もちろんそうならない可能性もあります。天井にぶつかって、レンジを回復していくというパターンです。それから考えにくいんですけども、天井に当たって、再びこの下のフェーズにね、戻っていくって形です。この3パターンが考えられます。で、もっと言うとですね、常にこの3パターンで、この FX っていうのはどの相場も語れるんですよ。まあ、ですんで、ここまでお話したところ、よーくね、記憶しておくか、記録しておいて、お役立てください。それでは4時間の方行ってみますよ。4時間に行きますと、これもまあ同じですけどもね、こういう風なフェーズがあったわけですよ。で、今、戻ってきましたよね。ここは何だったんでしょうかね。気の迷いでしょうか。フェーズが変わると思ったんで112円台に入りましたけども、また114円台に、このね、112円から114円と、2円も変わってしまうわけなんですよね。でも、もともとは、この箱の中に全ての相場があったわけですから、先週とか特にね。ですので、それが戻ってきたのかとも言えるわけなんですよ。現在、ここで、強い上昇と、下降がですね、入り乱れて、せめぎ合ってるところですかね。1時間を見ていきましょう。で、これが金曜日になっちゃったのがちょっと惜しいですよね。まずね、左側見てください。こちらにヒゲがありますよね。ヒゲから、包み足が出て、包み足ってわかりますか？包み足が出て、だから押し目を作ってダウントレンドのきっかけになってたわけですよね。こういうふうに。で、ここで、釣り合いが取れて、トレンドの転換を起こしました。で、ダブルボトムの、ま、何も作ってないんですけども、上昇にグッと向かったわけなんですよね。そして現在、こちらの方で上下入り乱れてるわけなんですけども、結局こういうことでしょ？ここと同じ力点が働いてるってことでしょ？ですんで、ここにゾーンを作りますよ。もうちょっと大きなゾーンでもいいです。こういうふうに。まだゾーンの大きさ絞れてないですからね。とりあえずはここに設定して、このゾーンを上にブレイクするのか、下にブレイクするのか、それとも、横ばいを続けるのか。この3つを今日金曜日見ていこうと思います。それによって、来週の、値動きが形作られるのかなと思いますよね。ですんでね、今日金曜日はしっかりと見ていくことによって、エントリーはなしです。来週の展望を立てるためにしっかりと観察していこうと思います。1時間に1回ぐらい私も見に来ようかと思いますんでね。もし、また大きな動きがありましたら、追加で動画の方を流させてもらいます。それでは、お疲れ様です。